ルールカのゲーム実況チャンネル。はい、どうも、ルールカです。メビウスファイナルファンタジー続きをやっていきまーす。よし。クサムス戦場。俺はファンターじゃねえや。ハンター。頑張りますよ。やりやすいはずだ、バルファレット。ちょっと一旦止めまーす。大丈夫かな？全然ダメそうだな。ちょっと一旦止めまーす。はい、すいません。ちょっとキャプチャーの調子がおかしくなってたみたいですね。風の波動、スタイリッシュ。お、遅延が少なくなった。お、宝箱ゲッツ。この宝箱から魔石が出たりするんですよね。それがもうすごい。ウェイ、ラストバトル。まあ、ここら辺の敵からじゃあんまりスコア稼げねえの分かってるんで、サクサクっとやっちゃいますよ。ブレイク、はい、来た。ブレイクならこれで、よし。どんどん順位が順調に下がってますね。まあレベルも低いしね。やった、魔石20個。やっぱり恩人さんは強いな。きっと光の戦士になれるクポ。もちろん世界を救う英雄になるんだから、それなりの苦労は必要だけど、オイラがいるからちょびっと楽だよ。なんなんだこいつは。また光の戦士か。それになることが俺の宿命なのか。みんなが同じことを言う。みんなって、例えばボイス誰。知らないのか。じゃあガーランドは。ああ、異端の手先クポ。異端かなあ。正当はどこにあるんだ。ここ、恩人さんとオイラ二人で予見を伝説にしちゃおう。すごい、もうお気楽すぎんだろ。とりあえず戦士の休息所にたどり着いたな。ちょっと合成しよう。だいぶ溜まってきたろう。よし。バルファーレのレベル上げるか。これ何これ？線って何？あ、そういうことか。これレア度が見えねえから危険だな。間違うと大変なことになる。てかギルがもう全然ねえよ。よし、とりあえずレベル2。これ2体いるのか、ハーフにいる。まあ一応ロック開けとくか。
よし。じゃあ、選手の休息所に突撃だ。ファイアリザードの気配を感じる。非属性の強力な攻撃に注意せよ。なるほどね。じゃあ仲間もバルキリーにしとこう。突入いけ。おお、しょっぱなから金かい。ここはそこそこスコア稼げそうじゃないの。ブレイク光氷の波動いけー。おお、すげえ、しょっぱなから9000。これはハイスコア狙えるかもしれないぞ。あんまり弱すぎるとブレイク狙えないんだよな。ボスかな。おこれがサラマンダーね。とりあえず風の波動。フレームソード。2、4、6。使っちゃうか一発。ブレイク来た。いけ、氷の波動。エレメントドライブ。炎耐性強化。もう一回ブレイクさせたい。ブレイク氷のランプ。よっしゃ、25000。やった、ハイスコア更新。7000ぐらい更新したでしょ。1万9000ぐらい更新した。よし、順位14463位。やったぜ。すげえな、上の人はデッキレベル22とか書いてある。デッキレベル9だよ。頑張らないとな。サボテンだ。これなんだろう。メタルサボテンだ。これ多分すげえ経験値もらえるんだろうな、きっと。スキルシード合成に成功します。ああ、そういうことか。今日だけで30匹も魔物を倒したぞ。見たか、俺の足さばきを。あれ、わしが求めたんだろう？言うね。何にしてもまたパラミティアにの未来に貢献してしまったな。ああ、ボイスさんは見てくれてたかな。ブランクは心の隅を魔物を退治で埋めてるクポ。戦って勝つのが快感らしくてみんな夢中クポ。実際勝つのは気分がいいさ。その快感がくせ者。溺れないようにオイラが監視するクポ。さあ、ルーン神殿行こう。ルーン神殿？絶望の野に咲く希望のお花に会えるクポ。もう訳がわからん。はぁ、あ
合成しよう。すげえ、3000ももらえる。よー、6まで上がった。サボテンタワーも使っちゃえ。よし、クリスタル手に入れると武器が手に入るみたいですね、どうやら。よし、ブレイクパワー、スタン耐性、こんなとこか。まだ魔力強化、まあ、もう使えるやつは使っちゃおう。神殿の望む丘、行っちゃいますか。ガンガン行っちゃいますか。出発する。なんかフェンリルとかグリフォンとかがおすすめみたいですね、レンジャー系は。影抜い強っ、フレームソード、ブレイク来た、イエーイ、エリア、おお、1万、また出た。フレームソード。フレームソード。よし、影抜い、くらえ。よし、ブレイク、氷のランブ、おっしゃー、19000。あ、ラストにまたあいついるじゃん、いいね。影抜い、これ以上ためらんねえパターンか。さあどうする。これでブレイク、アローレイン、
おお、2万8000。やった。これかなり上位にいけんじゃね ?8000 位。すごいな。それでも8000位か。3000ポイント上げて2000位ぐらいしか上がんなかった。おお、やった !5000 ギル、超嬉しい。我々は神殿守護兵である。魔物を目撃したらすぐに通報してくれ。この神殿は人々の休息の場。我々は日夜魔物から ここを守っているのだ。貴殿も我々の仲間にならないか。充実した日々が君のものになるぞ。あのブランクたちは心の隙間を仕事で埋めたくぽ。神殿を守って人の役に立つのは気持ちいいから、夢中になって進むことを忘れたくも。なるほどね。だからブランクって呼ばれるようになっちゃうんだね。うん。だから次のところの宝箱なんか金色ですね。なんかいいもん入ってそうですね。はい。というわけで、ここで一旦、まあ、終了したいかなと思います。続きは、次回。次回は、まあ、ルーン神殿やっていきたいと思います。スコアがね、だいぶ取れるようになってきて、楽しくなってきました。まだまだ、ハンターのランクとしては、デッキレベルとしては、まだまだ全然低いんで、まだまだ強くなれる要素あるなーっていうふうに思ってます。で、スタミナも全然なくなる気配ないんで、まあちょっとこの調子で頑張っていきたいなと思います。では次回またお会いしましょう。バイバーイ。